どうも、ハチッカ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日の都市伝説なんですが、この世界にはですね、失われた秘宝というものが存在しております。今回紹介する秘宝は、第二神殿のメノラ、こちらについて触れていきたいと思います。メノラとは、古くユダヤ教の象徴であり、生命の木を象徴し、超古代の日本にも運び込まれたと言われるユダヤの秘宝の一つです。そして第二神殿は、紀元前516年から紀元後70年までの間、エルサレムの神殿の丘に立っていたユダヤ人の重要な神殿のことです。しかし、西暦66年から74年にかけて、ローマ帝国とローマのユダヤ属州に住むユダヤ人との間でユダヤ戦争が勃発。そして70年には戦争が激しくなり、ティトゥス率いるローマ軍がエルサレム攻城戦を開始、兵糧攻めによって反乱軍に重大なダメージを与えました。そしてこの攻撃によって、当時ユダヤ人が最も大切な宗教施設であった第二神殿が破壊され、ローマ軍によって神殿内にあった様々な財宝が盗まれたそうです。そしてこの盗まれた財宝の中に、今回出てきた第二神殿のメノラがも含まれていたそうです。イタリアにあるトゥティスの凱旋門には、ローマ軍によってメノラが運び込まれる様子が描かれているのですが、この絵を見るとメノラの大きさというのは兵士と同じぐらいの大きさであったことがわかります。ローマに運び込まれたメノラーがどうなったのかは不明のままとなっています。果たしてこのメノラーが見つかる日は来るのでしょうか？信じるか信じないかはあなた次第です。やっぱこういうね、なんて言うんだろう、財宝、失われた秘宝っていうのはすごい、ね、ワクワクしますよね。こういうね、都市伝説もガンガンやっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またねー。